岩手県の盛岡に着きました。盛岡です。盛岡ステーションって書いてあります。あ、いた。久しぶり。元気？元気だよ。元気。高校の時の友達と会いました。あ、はい。他是我的好朋友、ガオジョンダスホーだね。高校の友達です。今日ありがとうね、わざわざ。ありがとうございます。乾杯です。はい、お久しぶりにす。あ、はい、お久しぶりの再会。初だよ。嬉しいな。初がマッコリって嬉しいな。いいね、これ。これあれだ、食前酒としてもいいわ。そうだね。なんか、うん、向こうの日本酒みたいな感覚なのかな。甘酒みたいな。甘酒か。で、ソジュが焼酎だよね。ソジュしか飲まないもんね。本当ね、ビールあんま飲まなかったね。なんか自然な感じで取れる。俺いらないよ。俺の顔撮ってました。俺も視聴費出してよ、 YouTube さん。総統選挙、みんな休んで帰っちゃって、だよね、みんなあれ投票のために祖国というか自分の地域まで帰って、ですごいのが鉄道会社がチケットを確かね3分の1ぐらい、なんか飛行機めっちゃ安くして、みんな帰りやすくしたの。すごいなと思って、日本もそうすべきだろうと思った。俺その日ね、新幹線半額とかだったらさ、ちゃんと選挙行こうと思う人も増えると思うんだよね。でもわざわざ3万円6ね、15万出してね、買えるかって言われたらちょっと悩む。一票のために買えるかなって。将来がかかってるとはいえね。そうで、また今の現職の女性の総統が当選してたのかって。久しぶりです。まだ冷麺は来てないけど、先に焼肉焼きます。はい、どうぞ。昼から焼肉とさ、はい、マッコリってさ一番幸せだね。そして何よりの給油、これが一番嬉しいです。もうね、あのわざわざ最高。ランチ初めて行った。この前は夜？うん。あ、いいね。ごめんね。思い出。
これは大きい量いけるな、確かに。思ったよりスルッと入る。梨が入ってました。甘みを出すためなのかな。食後に食べよう。